コナーズは、アメリカ合衆国の俳優、作家、そして野球とバスケットボールのプロ選手である。身長は6フィート5インチ。ニューヨーク市ブルックリンク生まれ、本名のケビンという名を好まず、レフティやストレッチにしようとも考えていたが、野球選手時代に一塁にいたコナーズが、投手にボールをこっちに投げろよと叫んだことから、他の選手やファンがこれはうってつけだと考え、 この一流種の名前は、チャックとなった。スポーツ選手としての才能があり、奨学金を得て、私立のアデルフィアカデミーに通い、1939年に、そこを卒業すると、ニュージャージー州、サウスオレンジにあるシートンホーレ大学に進んだ。しかし大学には2年しか在籍しなかった。第二次大戦中の1942年に、召集され、戦争が終わるまでのほとんどを、 ケンタッキー州、フォートノックスのキャンベル陸軍基地、及びニューヨークのウエストポイントで戦車整備の任務について過ごした。軍属であるにもかかわらず、コナーズはプロの野球選手としてプレーもしていた。1946年に復員してからは、バーが新設したプロバスケットボールチームのボストンセルティックスでプレーし、春になると MLB のブルックリンドジャースのキャンプに参加した。 様々なマイナーリーグでの経験の後1949年にドジャース入りしたが1試合しか出場機会がなかった。1951年にシカゴカブスに入り66試合に一塁手もしくは代打として出場した。1952年には再びマイナーリーグ一期となりカブスのトップファームであるロサンゼルス・エンゼルスでプレーした。シカゴベアーズにも在籍したが こことは、そりが合わなかった。アメリカのプロスポーツ史上、MLB と NBA の両方でプレーしたのは、コナーズを含めてわずかに12名である。プロスポーツで身を立てるのが難しいと判断した、コナーズは俳優の道を目指すことにした。ハリウッドの近くで選手生活を送っていたこともあり、MGM の演出家の目に留まって、1952年に、 キャサリン・ヘプバーン主演の映画パッドマイクに出演。翌53年にはサウスシー・ウーマンでバートラン・カスターとも共演した。多くの映画や TV ドラマに出演したが、中でも1958年にベービー C ーで放送開始されたライフルマンでは銃の達人にして子供を育てる男やもめを演じ代表作となった。その後は、 似たような役を振られることが多くなり、短期間のシリーズものにも出演するようになった。NBC が1965年から1966年にかけて放送した南北戦争後の世界を描いた荒野の流れ物、アフリカ大牧場やルーツなどである。また映画フリッパーにも出演した。1991年にオクラホマシティにある 西部劇俳優の伝道に名を連ねた。1992年、肺がんによる肺炎のため71歳で死去。愛炎家であったと言われる。左の女性は、ジョアン・テイラー1965年。ありがとうございます。